はい、ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。先ほどというかね、午前中に施術をねされた女性から、お昼ぐらいにですね、メールで、いただいたんですけども、普段、下痢なんかしたことないのに、すごい勢いで下痢になってしまったんですけども、これは肯定反応ですかというね声をいただきました。いい方に本当に考えればですね、当院、私が考えるのは施術後にですね、発熱するだとか、下痢をするだとか、あと、だるくなるだとか、これは、だるくなるのは血流がねすごく盛んにこう急に回り出す、そして、解毒でシステムで考えれば、施術として便秘になったら僕は失敗だと思っていて、下痢出す方はですね排毒という形で非常にいいのではないかと思うし、熱が出るというね、自分で発熱するってことがね非常に、皆さん下手くそになっていて、熱も出せない体だと良くないよということをね昔、整体の、大先生も本を出していましたけども、その中心から熱が出て、そして、汗が出て解毒をするというふうに考えれば、体を掃除をする、方向のものはですね、施術をして、そういったことが起きてもですね慌てなくてもいいのではないかなというのと、プラス、それいい反応ではないかというね、ふうに考えます。その後のね経過をまた聞いたらですねご報告したいと思います。手術後のね肯定反応についてのお話でした。